解決しましょう。子育て勉強会のてるです。いつもご覧いただきありがとうございます。今回は0歳から5歳までに積極的に取り入れていきたい指先を使った遊びを13個ご紹介していきたいと思っております。動画の前半では指先を使うことがなぜそんなに大事なのかということと、0歳から2歳くらいまでの指先トレーニングの基本について解説して、後半では5歳くらいまでにやっておきたい遊びを13個ご紹介していきたいと思います。私のチャンネルでは今回のように子育てを頑張るお父さんお母さんや子供の教育に関わる方向けに、子供を成長させる子育てにフォーカスさせて、毎週火曜日から日曜日の計6本20時から動画アップしています。興味があるという方は最新動画を見つけやすくするためにチャンネル登録ボタンからチャンネル登録もお願いします。 Twitter でも発信していますので、そちらもよかったらご覧ください。はい、それではいきましょう。人間にとって指先はとても重要な感覚刺激の器官で、子供の発達に大きな影響を与えると言われています。特に成長期に手や指をたくさん動かすことは、思考力や記憶力の向上にもつながっていくことが期待できます。人間は生まれた時から指しゃぶりをしたり、指を握ったり開いたりと手や指を盛んに動かしています。言葉を操る力だったり、思考力とか記憶力などの知的な活動を司る大脳は、手や指の運動っていうのは刺激となって影響を受けて成長していくと言われていますので、成長期の子供には体を大きく動かすだけでなく、手や指を使った遊びを取り入れて指先を繊細に動かす経験がとても大切になってきます。指先を使った遊びをご紹介する前に、まず基本的な手や指を上手に使っていく過程の説明をしていきます。まあ、それは至ってシンプルで、まず手全体で物を掴むということから始めて、年齢に応じて指を使えるようにしていきます。最初は5本指全部を使ってつまむような段階、そして4本に減らして3本、そして2本というように指を使う本数を減らしていきます。そうやっていわゆる指先の高知性、つまり指先の器用さを遊びを通じて高めていきましょう。では具体的な遊びに入りたいんですが、その前にもう一つ、まず0歳から2歳における指先トレーニングの基本について先にお話ししていきます。ここのパートだけは完全に0歳から2歳に特化したパートになるので、2歳以降のお子様を子育てされている方は目次が概要欄にありますので、次のパートまで飛ばしていただけたらと思います。ではまず0歳の指先トレーニングの基本についてご紹介していきます。はい、0歳児はまず物を握る練習から始めていきます。赤ちゃんには生まれつき把握反射という力が備わっています。反射とは特定の刺激を受けるとある行動をしてしまうというものですが、手においてもこの反射があって、これを利用して新生児は育のをしていくことができます。まず細めのペンとか棒を用意してください。お母さんの指でも OK です。それを赤ちゃんのお手のひらにギューッと押し付けます。最初のうちはお母さんの手で子供の手をこう包んで握る補助をしてあげると、子供は反射でペンを握ることができるようになります。この時に親指は外側に来るように注意してあげてください。これはこのトレーニングの時だけでなく、何かおもちゃなどを握っている時なども注意してあげてみてください。親指が他の4本の指のこう内側に入っていたりすると、親指の握力が強くならないので、こう握り方を直して親指が外になるようにしてあげましょう。まずこのシンプルな握る練習が後の鉛筆やお箸の持ち方につながっていきますので、たくさんやってあげてください。そしてグーができたら、今度は子供の手の甲から手首までをさすると、こう反射で手が開きパーになっていきます。このグーパーを繰り返していってください。グーパーを繰り返すうちに握る強さや開くスピードが速くなっていきます。そしてもちろん脳にいい刺激がたくさんいきますので、強い脳に育っていきます。まあ、グーパーそれぞれ5秒くらいこうキープしてから繰り返すのが効果的ですね。グーパーがスムーズにできるようになったら、グーの時に赤ちゃんの手が離れない程度にこうペンを軽く動かしてみてください。左右とかこう上下に振ったりして大きく動かして肘まで動くようにしてあげるといいです。筋肉の発達を促すことにもつながりますので、ぜひやってみてください。それができたら、子供が手を伸ばしたら届くような距離で、まあ、握りやすいおもちゃなどを見せて手を前に出すように誘いましょう。そして赤ちゃんが手を伸ばして握る、この練習を繰り返して自分で手を伸ばして物を握ることができるようになっていくと、できることのバリエーションが増えていきます。まあ、これは単に手を伸ばす運動ではなく、目でおもちゃを捉えて距離感を把握していく高度な練習です。この練習は左右両方の手で行っていきましょう。この把握反射は0歳の中でも新生児に近い年齢特有のものですので、月齢によっては手の甲をさすって開くということがなかなかうまくできないことがありますが、これは気にしないで大丈夫です。
0歳のうちはまずは握る練習であったり、あとは握ったまま左右に振って掴んでいる練習、まあ、これは比較的上手にできると思いますので、まずはそれをやってあげれば OK です。では次に1歳から2歳の指先トレーニングの基本についてご紹介していきます。この年齢でまず最初に意識していきたいのは、具体的な遊びやトレーニングではなく環境についてです。この年齢の子供は移動範囲が広がっていき、促さなくてもとにかくいろんなものを触りたがって持ちたがって投げたがります。それを考えると、親が何か特別なトレーニング的なことを本来やらなくても、お子様は自然と指先のトレーニングをしていくことができると言えます。ですから、まずはお子様が安全に自由にいろんなものを触れる環境を作ってあげることが大切です。この時期は、まあ、最もこう誤飲が心配な時期でもありますから、誤飲の恐れがあるものや、怪我をしてしまう恐れがあるものは、なるべく排除してあげて、あとは自由に好きなだけいろんなものを触らせてあげれば、自然と好奇性は育っていきます。これが1歳から2歳の指先トレーニングの基本かなと思います。はい。では、ここから私がおすすめする指先を使った遊びやちょっとしたトレーニングをご紹介したいと思いますが、まあ正直知ってる遊びばかりだと思います。ですが、指先遊びは突拍子もないことをする必要はなくて、よく知っていることで楽しく遊ぶだけで OK です。ですので、何がおすすめなのかを確認していただき、取り入れられていないものは取り入れていただけると嬉しいです。はい、それでは行きましょう。一つ目、新聞紙遊び。これは1歳くらいから始めてほしいトレーニングです。赤ちゃんに新聞紙を1枚渡して自由に触らせましょう。そしてある程度遊んだら紙を破って見せて、それを真似させます。最初は手でこうギュッと握ってね、こう破く遊びっていうのをして、徐々に親指と人差し指だけで破る遊びをしていきましょう。ぐるぐるにこうあと丸めたりとかね、破いたりすることで握力のトレーニングとか指の使い方を練習することができます。新聞紙の音っていうのは子供にとって楽しい音なので、喜んで取り組んでくれる子が多い遊びです。発展系の遊びとして、破ったものをこうテープなどで留めるということを教えると、創造性や論理的思考力も育てることができます。綺麗にぐるぐる丸めてボールを作って遊ぶというのも握力を鍛えられるいい遊び方ですね。はい、二つ目、粘土遊び。1歳くらいになったら粘土遊びも欠かせません。自分の指を繊細に使って自由発想で作る遊びもいいですし、お母さんの見本と同じものを作る遊びもぜひ取り入れていきましょう。作った粘土は家に飾っておくと、さらにこう次の作品を作るモチベーションにもつながってきます。2歳くらいになってきたら、最初にこう何を作るかを決めてから作って、出来上がったもので遊ぶという流れを作ってあげるといいですね。自分が遊ぶものを自分で作ることで、出来上がりを想像して作るいい練習になっていきます。粘土を丸める動作だったり、くるくるとこねて細い棒にするみたいなね、こういう動作っていうのも2歳くらいから見本を見せて真似させていくと、粘土でできることのバリエーションが増えていきます。三角形や四角形、丸とか、あとは球体などを作って図形の名前を教えていくのも、もう後のお勉強にもつながっていきますので、ぜひやっておきたいですね。はい、三つ目、紙飛行機作り。折り紙全般が指先の好奇性をトレーニングするには超効果的なんですが、その中でもおすすめなのが紙飛行機です。折り方はシンプルなので、そう時間をかけずに習得できるものですが、実は紙飛行機は飛ばすことがとても大事なトレーニングなんです。紙飛行機の持ち方は後々の鉛筆の持ち方につながっていきます。鉛筆がなかなかうまくコントロールできない理由の一つが握力不足です。その握力を紙飛行機はトレーニングすることができるので、鉛筆の練習の基礎としても紙飛行機はおすすめです。はい、4つ目、ボール遊び。1歳から2歳児くらいから、まあ、絶対にやってほしいなと思うのがボール遊びです。ボール遊びはただ転がすだけの簡単な遊びに見えますが、例えばこう目標を決めて転がすことによって高度な遊びになってきます。ボールをどの向きにどれくらいの力でどのように転がせばいいかを考えて覚えていくので、何度も繰り返して遊んでいって自分の思い通りに転がせるように練習していきましょう。使用するボールの種類はサイズや硬さなど、なるべく幅広いものを用意してあげてください。それぞれの力の入れ具合や持ち方などを子供なりに工夫することで育能効果がぐんと上がっていきます。最初は後ろからこう手を添えてね、一緒に転がし方を教えてあげたり、お母さんと向かい合って転がし合いっこすることから始めて、徐々に距離を伸ばしていきながら物を狙う練習をしていくのがいいですね。はい、5つ目、ちぎり絵。2歳から3歳くらいになったらちぎり絵に取り組みましょう。まずは折り紙や新聞紙などでちぎると破ることの違いを見せて真似させていきましょう。最初はどうしてもこうビリビリビリと破るになってしまいますが、徐々にゆっくりこう開くようにちぎることができるようになっていきます。ちぎったものを糊で台紙に貼って自分なりに作品を作っていくとなおいいですね。
最初はこう木であったりフルーツなどの絵を先にお母さんがね台紙に書いてあげて、塗り絵感覚でちぎり絵を取り組んでいくと楽しくできますね。あとはこう花火とかもいい題材です。お受験を考えている方は糊をつける量なんかもこう早めにね、まあ、少しつけるんだよってことをね教えていくと上手に作ることができるようになってきます。指先を使うことで行くのにもなって作品作りを通じて想像力も育むことができます。はい、6つ目、積み木ブロック。0歳後半くらいから積み木も絶対に取り入れていただきたい育能のおもちゃです。積み木はたくさんの遊び方ができます。私は積み木はなるべくシンプルな積み木をおすすめしています。あまり色も派手ではなくていろんな形が入り混じっていないような、あ、こう基本図形のみで構成されているようなものが最初はいいです。積み木の遊び方は基本的には自由に遊べばこう指先のトレーニングとしては正直十分です。特に高く積み上げていくっていう遊び方っていうのは指先を繊細に使うのでいいトレーニングになっていきますね。年齢が上がるにつれてレゴやブロックなども購入して幅を広げていくのもいいと思います。特に私はレゴは万能なチークだと思ってます。想像力とかイメージ力、論理的思考能力、そして指先の構築性、集中力など幅広い能力を育てることができる超優秀な遊びです。ちなみに積み木に関して自由に遊ぶだけではなく目的を持った積み木のチーク遊びの方法をご紹介している動画もありますので、ご興味があればぜひご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。はい、7つ目、ボタン掛け、ファスナーの開け閉め。これは日常の中で必要な動きになりますが、これも立派な指先のトレーニングになります。これらの練習は1歳半くらいから始めましょう。まあ、ボタン掛け練習用のおもちゃを使ってもいいですし、普通に洋服のボタンやファスナーでそれぞれ開け閉めの練習をして行っていってもいいですね。難しいこう手首のひねりだったり、あとはこう指先の力の入れ方などね、高度な技術が詰まっています。慣れてきたら洋服を着た状態でボタンの留め外しなどにもチャレンジしていきましょう。はい、8つ目。シール貼り。シールを貼ったり剥がしたりするのもかなり高度に指先を使う練習になります。1歳半から2歳くらいから好きなシールなどを買ってあげて自由に貼ったりセロテープなどを貼る練習も一緒にしていけると構築性はどんどん育っていきます。慣れてきたら貼る場所を指定して貼っていく練習もしていきましょう。例えばこう日常の中でやることチェックリストとかねお家で作っているんであれば、それをシールを貼る形式にしてシールを貼るのをお子様にやらせてあげると、こうまあ小さいスペースにシールを貼る練習を日常の中でしていくことができるようになりますね。はい、9つ目、ビーズ遊び。これは4歳5歳くらいになってやっと遊べる遊びかもしれませんし、比較的女の子の方が楽しく遊んでくれるかもしれませんが、ネックレスやブレスレットを作れるこう可愛いビーズのセットがおもちゃ売り場などでたくさん売られています。その中から好きなものを選んでお子様と創作していきましょう。小さなビーズを指先でつまんで紐を通すことを繰り返すビーズ遊びは好奇心を養うのには最適です。小学生の好奇心に関する調査でも、ビーズ遊びを含む手芸というのをよくする子ほど好奇心のテストでいい成績を出す傾向があると言います。女の子と言いましたが、まあ、性別に関係なく子供が興味を持っているビーズのセットを買ってあげて遊んであげるといいですね。はい、10番目、あやとり。あやとりは実は結構すごい好奇心を鍛える遊びだったりします。あやとりのすごいところは、すべてのこう指を使って前後左右に曲げたり伸ばしたりひねったりと、こう多彩な動きをする遊びだってことです。まあ、ここまでこうすべての指を幅広いバリエーションで動かす遊びはありません。それによって指や手の運動機能の向上だったり、当然脳にもいい刺激になります。そしてさらにあやとりは記憶力や思考力、想像力なども養うことができますので、好奇心だけではないいい影響があります。まあ、簡単なものであれば早い子で3歳くらいからできるので、ぜひ親子でチャレンジしてみてください。はい、11番目、パズル。パズルは指先を使ったいいトレーニングです。パズルはその子が好むものっていうのをまあ自分で選ばせてあげて取り組むのがいいと思いますが、ポイントがあります。それは両手を使わせることです。パズルはスピードを求めるものだったり、じっくり時間をかけて行う系のパズルってのがありますが、まあ両方やった方がいいです。そしてスピードを求めるパズルっていうのは両手を使うことを教えましょう。まずはお母さんが右手左手交互にこうパズルを置くっていうのね、見本を見せてそれを真似させていきましょう。最初は片手でやっているのと変わらないくらいのスピードしか出ないかなと思いますが、それでも両手を使うことが大事です。両手を使うことでより広い範囲の脳を刺激することができます。そしてパズルでもう一つおすすめなのがジグソーパズルです。ジグソーパズルはピースが小さくなると大人でもはめるのが苦手な人がいるくらい繊細に指をコントロールしなくてはいけませんよね。
子供と好きな絵のパズルを選んで、最初は少ないピースで、なおかつ大きいサイズのピースのものから取り組んでいきましょう。徐々に小さいものにチャレンジしていくことで、どんどん行くのにつながっていきます。はい、12番目、塗り絵迷路。塗り絵や迷路も高知性を育てるいい遊びですね。塗る際に枠からはみ出さないように注意しながら塗ったり、線からはみ出さないように迷路を進んだりするために、こう指先をコントロールしていくことで、徐々に自分の思い通りにペンを走らせていくことができるようになっていきます。まあ、運筆っていうのはね、これからの勉強の基礎になりますから、たくさん塗り絵や迷路で遊んでいきたいですね。はい、最後13番目、楽器遊び。0歳後半から太鼓遊びやおもちゃのピアノなどの遊びをするのも、指を使ったいい育能になります。音が出る遊びは耳からの刺激にもなりますし、当然指からの刺激にもなります。これに関しては、今は世の中に様々工夫して作られている楽器のおもちゃがありますので、お子様が好むものを用意してあげるといいですね。私的には、叩いてリズムを刻むのが中心のものと、音階が表現できるものを一つずつ用意してあげるといいと思ってます。あまりこうね、臨界期みたいなことは言いたくないんですが、絶対音感などは早期の取り組みに大きく影響を受けると言われていますから、早いうちからいろんな音と触れていくのがいいですね。大人も一緒に楽しんで演奏することが、より育能効果が向上していきますので、楽しい雰囲気を作って遊んであげましょう。はい、本日の内容は以上です。正直知ってる遊びばかりだったと思いますが、その普通の遊びをお子様と楽しく遊んでいってほしいと思います。他にも皆さんのおすすめの指先を使った遊びがあれば、コメントでよかったら皆さんにシェアしていただけると嬉しいです。では最後にまとめを表示させてもらいます。スクショしていただいても構いません。皆さんが具体的に実践していただくためにご活用いただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。